こんにちは、アンソニーです。今朝唐突にアマゾンからメールが来まして、アマゾンプライムミュージックという新しいサービスが始まりました。で、今日たまたま休みだったんで丸一日使ってみました。で、これはいいなと思いましたので、まあ、どういう感じで使えるのかご紹介したいと思います。その前にアマゾンプライムというサービス自体をご紹介する必要があると思いますが、これは年間3980円を払う定額サービスです。で、もともとはアマゾンでよくお買い物をする人向けに、送料が無料になると、それからお急ぎ便ということで早く届けることができるというもので、もともとは始まったサービスだと思います。で、私アマゾンでよく買い物をするので、もうそれだけでも4000近くの料金っていうのは元が取れるなと思っていたんですが、それ以外にも、Kindle っていう電子書籍を使っている人はですね、毎月1冊無料で買えるとかいうものがあったり、それから先日はですね、Amazon プライムビデオというものが始まりましたよね。で、私これめっちゃハマってるんですけれども、タイトル数という意味ではまだ完璧とは言えませんが、かなりいろんな映画が無料で見放題ということですから、素晴らしいサービスだなと思います。で、ここにさらに Amazon プライムミュージックというサービスが加わって、従来から3980円を払っている人は追加料金なしに、クラウドミュージック、まあ、ストリーミングサービスで聴き放題というものになります。はい、こちらが Amazon のトップページですけれども、早速プライムミュージックというのがありますね。これをクリックすると、はい、これがプライムミュージックの画面です。まあ、いろいろね、おすすめのプレイリストとか、お客様におすすめのプライム楽曲とか、いろんなものがすでに組まれていますね。で、私の場合はこの左の方のですね、ジャンルを選んで、例えばジャズ、フュージョンを選んで、たくさん出てきますね。で、私はアルバム単位で見たいのでアルバムを押します。で、こういったものをどんどんライブラリに追加していくことができるんですね。で、例えばこのダイアナ・クラールのウォールフラワーをライブラリに追加すると、ここですよ、ここが自分のライブラリなんですけど、ここにどんどん追加されていくということです。例えばこのおすすめの順番を発売日っていうふうにしておくとですね、どんどん最新のものを、見ることができるんですね。このページを、ブックマークとかしておくといいでしょうね。ライブラリに追加とか、どんどん、あ、瀬野美里さんもありますね。ライブラリに追加で、次のページで、あ、これね、すごくいいんですよ。僕レコード買う方すごい迷ってるんですけど、これもね、おすすめです。ライブラリに追加で、ニコール・ヘンリーライブラリに追加みたいな感じで、目標1日かけて、これね、全部で371ページありますけども、100ページまで見ました。で、どんどん好きな興味のあるやつを入れてった結果がこのライブラリーミュージックに、あるんですけれども、はい、こちらです。これが私の、クラウド上の、ミュージックライブラリーっていうことになりますね。ご覧の通り、シャンティなんかもありますし、それからね、エディ・ヒギンズとか、ビーナスレコードのものも結構豊富にあったので、よかったですね。で、例えばシーネイとかね、アルバムを選んで再生ですよ。ポチッ。はい、こんな感じで、ここが操作画面ですね。再生とか停止とか早送りとかできるみたいですね。でですね、例えば最近追加された楽曲というプレイリストを、ここをシャッフルをオンにしておいて再生するとですね、最近追加した楽曲をどんどんシャッフルで、再生していくので、BGM としてね、聞くにはもう申し分ないですよね。で、こちらがパソコン上で見れるウェブ版ということになるんですけれども、これとは別に、デスクトップ用のアプリケーションも無料で用意されています。それがこちらなんですけれども、 Amazon のホームページから、この Amazon Music というアプリケーションをダウンロードすることができます。で、これがそのトップ画面なんですけれども、まあ同じようにですね、例えば、ケニー・ドリュー・トリオのこのアルバムを追加したいなと思ったら、これをポチッと押すと自分のライブラリの中に入ります。で、ここですね、これが
自分のミュージックライブラリーなんですが、これですね、先ほどデスクトップで入れたやつと全く同じようなものが、すでに入っています。ここで聴くことができるんですね。で、同じようにアルバム単位とか曲単位とかジャンルとかいうようにもできるわけですね。これがね、結構デザインがね、すごくシンプルなんですけれども、黒ベースで作られていて、すごく見やすいなと思いましたね。本当わかりやすいなと思います。で、これだけのアルバムがね、実質無料で聴けるっていうのはもうたまんないですよね。例えばこれを押すと、まあ、曲のリストが出ますし、戻って、直接ここからアルバムを再生することもできるし、アルバムの中をこうシャッフルで再生することもできます。ポチッ。はい、そんな感じでございます。もちろんスマートフォン用のアプリもあります。これは iOS 版ですけれども、 Android 版もあります。これですね、立ち上げると、はい、私パソコンの方でたくさんのアルバムをライブラリに追加したんですけれども、その内容がもうここに反映しています。まあ、ログインだけすればね。で、アーティストとかアルバム、曲、ジャンルみたいな形で、選択することができますね。で、例えば、このアルバムを選ぶと、これスティーブ・ガットですけれども、で、ここにね、なんかダウンロードマークみたいなものがあるんですけれども、これを押すと、多分アルバム単位でもうダウンロードすることができますから、もうネットに繋がってない時でも聴けるということで、まさにこの iPod Touch なんかを使っている人には最高でしょうね。もしくはここをクリックすると、曲単位でダウンロードすることもできますし、それからライブラリに追加とか削除とかいうようなこともできます。左上のメニューボタンを押すと、今ライブラリが選択されてますけれども、このプライムミュージックを押すと、デスクトップ版のトップページと似たようなもんですよね。おすすめのものとか、注目の、アーティストとか楽曲とかいろんなものを見て、例えばアリアナグランデ聞きたいなと思ったら、ここを押してもうライブラリに追加するだけで、このアルバム全体がライブラリに追加されたということです。で、左下に設定ボタンがありますね。で、これを押すと、まあ、いろいろな設定ができるみたいですけれども、そうですね。Wi-Fi 接続時のみダウンロードやストリーミングを有効にするっていうのを、まあ、オンにしておけば、例えばスマートフォンで使っている人は、LTE とかのこう通信量かからないようにするとかできますし、ストリーミングの音質も選べるんですね。自動とかいろいろありますけれども、私はだいたいこうにしておきます。まあそんなもんですかね。で、面白いなと思ったのは、ライブラリーのところでですね、今一番上のところにクラウドライブラリーってなってますよね。これはもうその名の通り、 Amazon のプライムミュージックのクラウドの中の曲だけが表示されている状態なんですけれども、これを押すとですね、選択できるようになりまして、オフラインライブラリーっていうのも選択できるようになります。で、これを押すとどうなるかっていうと、例えば私は iTunes を通じてこの iPod Touch にいろんな楽曲を入れてるんですが、それも含めて表示することができるんです。 iTunes から入れた曲と、それから Amazon プライムでダウンロードした曲をこうこの中でごちゃ混ぜにして聴くことができるということになります。これは大量に Amazon プライムミュージックでいろんな曲をダウンロードして、それと、まあ、普段聴いてるものとこうミックスして聴くことができますから、これはいいなと思いますね。で、それから、Amazon プライムミュージックのダウンロードなんですけれども、ダウンロードしたものは基本的にこのアプリ内でしか再生することはできません。で、ただですね、それが無期限なのかどうなのかちょっと分かんないんですよ。今のところ Amazon のホームページを見た限りではどこにも書いてなくって、Amazon プライムビデオの方は無制限にいつまでもダウンロードしたものを見れるわけじゃないんですよ。なので、これももしかしたらなんか一定期間経つと聞けなくなるとかいう可能性がないではないかもしれないですね。はい、いかがでしたでしょうか。まあ機能面でも、それからデザイン的にもね、まあ、シンプルにまとまってると思いますし、これが無料で、まあ、無料というか追加料金なしで使えるっていうのはもう超破格というか、もう使わない手はないなというところだと思います。ただ音質面では、そんなにね、やっぱり良くないです。
私は USB ダックとこういったスピーカーを使って音楽を聴いてますけれども、やっぱり CD に比べると明らかに音質は落ちます。で、スペック面ではですね、これファイルは MP3 らしいんですけれども、最高速度 256kbps かなの可変ビットレートだそうです。で、これはファイルサイズを小さくすることを目的にしているみたいで、複雑でない箇所に低いビットレートを割り当て、複雑な箇所に対して高いビットレートを割り当てることができるというようにしているみたいですね。まあ、ストリーミングを中心に聞くんであれば、まあ仕方がないかなというところだと思います。音質的には確かに満足はできませんけれども、例えばもう BGM として気軽に聞く分にはね、聞き流す分には十二分だと思いますし、それから CD とかレコードを買いたいんだけど、これどういう中身なんだろうっていう時に、こう試し聞きをするっていうのは、もう最高に使えるサービスだなと思います。こういったストリーミングサービスっていうのはいっぱい出てきて、もちろん Apple Music もいいと思いますし、映画で言えば Hulu とか Netflix とかいいものがいっぱいありますけれども、Amazon はこの年間ですよ。年間たったの4000円を払うだけで、映画も音楽も見放題、聞き放題っていうことで、しかも物を買うときは送料無料っていうことですから、もうちょっとこれはね、ただごとではない、尋常ではないお得感という気はします。ぜひね、Amazon プライム、加入を考えてみてもいいんじゃないかなと思います。それでは